線を拳を浴びても全て受けて打ち合うのさ。何も恐れぬ気持ちが見えない強い鋼に変わる。お久しぶりでございます、メイム様。ジャグラーか。はい。まもなくこの付近を鉄兵たちが通過するはず。メイム様にはその鉄兵を始末していただきたいのです。司令省たちはどうするのか。ご心配には及びません。そちらは私とスーパーリュカオン部隊にお任せくだされば結構でございます。このメイムに小僧の相手をさせ、自分は司令省の首を上げて手柄にするつもりか。んジャグラー。そのようなおたわむれを。お言葉ではございますが、鉄兵をただの小僧と侮っていてはいかにメイム様といえどもおけがなさいますよ。何？私の見たところ鉄兵は X と共に一戦ごとに恐るべき速さで成長しているのです。さすがにあのカレンの教え子、災いの目は早いうちに積んでおくのが鉄則。それと鉄兵の弱点を考えればメイム様こそうってつけのお相手かと思いますが。鉄兵の弱点。はい。面白そうだな。あの西の霊将カレンの教えを受けたというのが本当なら、鉄兵とかいう小僧も少しは楽しませてくれそうだな。よかろう、鉄兵と X、 このメイムに任せよ。お願いいたします。ミーシャ様、たった今報告が入りました。ジャグラー様自らスーパーリュカオン部隊を率いて司令省へ。鉄兵には魔性メイム様が向かわれたそうです。ほう、鉄兵にはあの悪夢を操るというマヤの使い手メイムか。さすがはジャグラー、アラミスとは違って役に立ちそうな男だ。今度ばかりは鉄兵たちも無事では済むまいな。ミーシャ、怖い、怖いわ。ナーシャ、どうしたんだ。もうすぐ地球が恐ろしい怪物に食い尽くされる。怪物？きっと悪い夢を見ているんだね。大丈夫だ、ナーシャ。悪夢で苦しむのは鉄兵だけで十分さ。君は安心してお休み。
ノア社の目覚めが近くなっているのでは。メタルフェイスのおかげですっかり道草食っちまったな、X。全速力でぶっ飛ばして遅れを取り戻そうぜ。ん？なんだあれは、ミサイルか。弓矢だ、気をつけろって言ってる。一体誰が。大丈夫か、X。 大したことはない。のミラージュでも見ていたのか。ビートだ。待っていたぞ、鉄平。この魔性メイムがお前たちを手厚くもてなしてやろう。魔性メイム、さっき俺たちを弓矢で攻撃したのはお前か、メイム。行くぞ、X。 おう、お前の相手はこの俺だ、メタルフェイス。たかが一兵士の出る幕ではない、下がれ。この鉄兵はどうしても私が倒さねばならんのです。無礼は承知の上、どうか。聞こえぬのか。アバワン、行け、マドンナ。愚か者めが。ハロウィン、処分しろ。お任せを。ライトニングスピア。バカな、あいつ味方のメタルフェイスを。後ろから狙い撃ちするとは。虫けら一匹払いのけるのに、どこから攻めようと構うものか。なんだと。マドンナ、反撃だ。はい。Thank you.
そんなもの痛くも痒くもないわ。無茶だ。マドンナはすでに致命傷を負っている。これ以上戦えば粉々にされるぞ。何？同じ広告の者としてせめてもの情けだ。人思いに死なせてやれ、ハロウィン。今のうちだ。離脱しろ、メタルメイズ。バカな、貴様らに助けられるなど。申し訳ありません、メタルウィッチ。私にはもう戦う力は。何を言うマドンナ、戦うのだ。お前は戦うのだ。メタルフェイス、マドンナは残された能力の全てをガードシステムに使ってお前を守っているのだ。何？もしそうしてなければ、お前の体はハロウィンの電撃によってとっくに引き裂かれていただろう。お前ってやつはとことん情けない男だぜ。俺がばかりに頼り、あげくはバディのマドンナまで犠牲にしなけりゃ自分一人もろくに守れないんだからな。早く行け、マドンナ。あとは俺と徹底に任せるのだ。すまぬ。マドンナ。ご安心ください。このマドンナビートとしてドナーの命だけは必ず守ってみせます。マドンナ、しっかりしろ。メタルフェイス中に。てっぺい、ジャグラーが言っておったわ。お前の弱点しかと見せてもらったぞ。俺の弱点？てっぺい、お前の優しさはこの先必ず命取りになるでしょう。お前にとって敵であるはずのメタルフェイスまで救おうとするとは。そんな男に戦う資格はない。まして私に勝つことなどありえぬ。勝ってやるさ、このメサイアフィストでな。行くぞ X。 どうしたんだ X。 貴様何をしか。頭が割れそうだ。それはマヤ・デイモン・ウェッジが傷つけた影響だ。マヤ・デイモン・ウェッジ、さっきの弓矢のことか。そうだ、デイモン・ウェッジは悪夢へと誘う神秘の矢。先ほどのはほんの一瞬の夢、いわば白昼夢のようなものに過ぎなかったが。鉄平よ、今度はまさしく本当の悪夢を見ることになる。このファイナルデイモンウェッジによってな。てっぺー、心配するな、まだ死にはせぬ。消えた。てっぺーよ、お前はムマと呼ばれる魔獣を知っているか。ムマ。そうだ、人々の夢を喰らい恐怖のどん底に陥れたという伝説の魔獣だ。バクの化身ハロウィンよ、鉄平を悪夢の世界へ案内してやるがいい。はっ。ダークインフェルノ。以前ロンから預かったラファエルの細胞を高宮教授に届けておいたのだが、ラファエル阻止の糸口だけでもつかめていないだろうか。
り働かんか。ちょっとでもサボるやつは懲罰棒にぶち込むぞ。コタロみたいに死にたくなけりゃおとなしく働くこったな。マルチェロ監督、お電話です。うるせんだよ。何なんだい、誰だい。アラビス少佐。マルチェロ、高宮教授に渡した例のカプセルはその後どうなっている。カプセル、あれでございますか。高宮教授の研究は進んでいるようか。研究だかなんだか、そりゃ熱心にやってらっしゃるみたいでございまして。そうか、くれぐれも言っておくが、マルチェロ。はい。高宮教授に万一のことがあった場合、お前の命はないと思え。よいな。わかっておりますです。はい。ならいい。参ったな。コタロはアミゴと一緒にこの下でくたばっちまったし。カプセルだって今からじゃ見つけようがねえやな。ま、とにかくバレなきゃいいか。お前は、そうか、メイムが言ってた悪夢、つまりまた俺に幻覚を見せているんだな。鉄平よ、お前は単なる幻覚を見ているのではない。これはファイナルデイモンウェッジに脳神経を刺激されたことによって、ハロウィンの作り出した異次元空間、お前自身の心を投影したイマージュの世界なのだ。そしてここでお前に最もふさわしい敵と戦ってもらう。どういうことだ。つまりお前は正気のまま夢を見ているのと同じなのだ。それゆえ肉体は傷つかなくとも、お前が感じる痛みや恐怖は現実にお前の神経を傷つける。そんなことがあってたまるか。その証拠に鉄平、最初のマヤを受け司令省に襲われた幻覚を見た時から、お前が心に抱いた恐怖心はすでに自らの脳神経に衝撃を与え、確実に蝕み始めている。そして極限に達すれば自らの脳神経を破壊してしまうだろう。ふざけやがって。この悪夢から目覚めたければ自らの手で敵を倒し消し去るしかないのだ。趣味の悪い夢だぜ。俺にふさわしい相手がこんな化け物とはな。ならばこいつを倒すまでだ。
案外見かけ倒しだったな。私にも分かったような気がする。お前の言う熱き心がお前と鉄平を見て強く感じた。そして信じたくなった。ビートとは何なのか確かめたい。私に残されたわずかな時間の全てをかけて。第6章一条の光。ビートは涙を流さない。